皆さんこんにちは、奈良岡ニコです。今回の動画は今月9月のお気に入りを紹介したいと思います。まず一つ目、こちらです。テンピュールのマットレスです。こちらはですね、私事になるんですが、今月の9月26日おとといですね、月曜日に私誕生日でして、23歳になりました。ありがとうございます。お母さんお父さん呼んでくださって、はい。で、その誕生日プレゼントでもらったものになるんですけど、今まで私枕をテンピュールのものを使ってて、マットレスもいずれ欲しいなって思ってたんだけど、私はベッド派ではなくて布団派だったので、マットレスってなるとやっぱりベッドっていうイメージがあったんだけど、これは布団タイプのマットレスでして、簡単に三つ折りができて、何十万とかするのかなと思ったら意外と安くて、定価が3万5千円ぐらい。まあいい値段するんだけど、楽天でね、なんかね、すごいセールになってたのかな、なんかクーポンが使えるものがあって、それがね、実質2万6千円ぐらいで購入できて、なんかこれ安いじゃんと思って、まあ誕生日プレゼントって感じで。ゲットしました。これに変えてからまあ寝心地が最高で、やっぱり布団って本当に大事だなと思いました。これが多分今月一番すごい気に入りましたね。お次、これコスメ系いきますね。こちらシュウエムラのアルティムエイトスブリムビューティークレンジングオイルです。このね、量を見ていただければわかると思うんですけど、以前私これ使っていて、で、まあ、夏場になって、これって洗い流しダブル洗顔がいらないオイルになるんですよ。なのでこれだけプッシュして、でオイル全体をなじませてあげて、マッサージしてあげて、でちょっとこうお湯を手につけて乳化させる、でそれでだんだんこう落としていくような形で、で水だけで最後洗い流してあげると洗顔がいらないっていうね、ものでしっかり保湿もしてくれるすごいものなんだけど、夏ってやっぱりなんかこう暑くて、なんかもうさっぱりしたくなっちゃって、洗顔がいらない、洗顔をしてしまうとむしろ効果がね落ちてしまうっていうタイプのものだったので、これを使わずに普通のクレンジングとかでやってたんだけど、これ使わないと超毛穴の汚れが目立つってことに気がついて、で、まあ、これに、まあ、だんだんねこう涼しくもなってきましたので、これに変えたらやっぱり毛穴の汚れが全然気にならなくなって、これ使うたびに角質とかをしっかり落としてくれて、だからといってゴシゴシこするわけではないので、やっぱりこれ値段だけいい値段するんですけど、すごいなって思いました。続いてはこちらです。ケラスターゼのクロノジストというラインの洗い流さないトリートメントとシャンプーとトリートメントを全部買っちゃいました。これパッケージ見ていただければわかると思うんですけど、なんか高級感ありません？で、まずこの洗い流さないトリートメントなんですけど、これねガラスなんですよ。今までケラスターゼの容器ってほんとプラスチックとかのものだったんだけど、この容器の感じだけでなんかすごい良さそうに見えますけど、まあめちゃくちゃいいです。これ一回使うだけで髪の毛超サラサラになるんで、これ 3つ買うとね、多分ね2万円はいかなかったんだけど、でもなかなかいい値段します。多分定価で買うともう1万円とかトリートメントこれだけでして、あとこれ7000円ぐらいかな、いくらぐらいだとちょっとねもう思い出したくもないような金額だったので、やっぱり値段のだけあってすごいです。ただ匂いがねちょっと男性用化粧品の匂いというか、ちょっと変わった匂いがします。ただこれ良くも悪くもケラスターゼってあんまり匂いが残らないので、私はそんな匂いはそこまで気にはしてません。なので髪をねもう徹底的にもう癒してあげたい、もういたわってあげたいっていう方はこれはぜひ試してください。続いてはいきなりプチプラになりますが、こちらです。ベビーパウダーです。この前お粉お化けっていうね動画をアップしたんですけど、その際で使ってるベビーパウダーなんですが、まあ、まずこのお粉お化けっていうこのお化粧の方法がねすごい良くて毎日やってます。全然崩れなくなります。でこのベビーパウダーもやっぱりすごくて、まあ、100円ぐらいで買えるんだけど、もう結構
構サラサラのまま割と1日持ってくれるし、あとね白いからそのなんていうのかな、程よい白さに、まあいっぱいなりすぎると真っ白になっちゃうんだけど、あのちょっぴりこう美白じゃないけど白く肌を見せてくれるので、こういう昔からあるものってなんだかんだすごいなっていうのに感動して、最近はもうフェイスパウダーは最後いつもこれを使ってます。続いて最後になりますがこちらです、かき醤油です。これは私100円均一のダイソーで購入したんですけど、私卵かけご飯大好きで、卵入れて普通の醤油入れてとか、なんかめんつゆ入れてとか、なんかちょっとねアレンジをねするのが好きで、なんかこう生姜とかニンニクとかいろいろ入れたりするんだけど、この醤油めちゃくちゃうまい。牡蠣のねエキスなのかな、カツオの風味もあるんですけど、程よいなんていうの、うまみがやばい、だし醤油っていうのかな、こういうのってね、これめちゃくちゃうまいです。しかも100円です。これと卵と白米があればマジで何杯でも白米が食べれちゃうぐらい超美味しいんで、100均で多分どこのダイソーでも置いてるんじゃないのかな、多分。なんで見つけたらぜひトライしてみてください。ということで今月のお気に入りは以上となります。皆さんも今月なんかこういうのいいものあって、こんなコスメ、こんな食べ物、こんな面白いグッズみたいなのがあったらぜひ教えてください。ということで最後まで動画を見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォローなどもよろしくお願いいたします。ということで奈良岡ニコでした。バイバーイ。